はい、どうもこんにちは。子供機械体操インストラクターの森本です。エリアジュニア姿勢体幹トレーニングコースのインストラクターアブクです。はい、はい、アブク先生見たことありますかね、皆さん。ね、はい、会ったことありますかね。で、今日は今ね、裏周りね、見てもらったら分かるように、ここが上桂法ね、上桂法で今日は撮影しています。上桂法、広いですよ広いですよ。で、ここの体、体育館を使って今日は、ジュニア姿勢体幹トレーニングを阿部先生に1、2、3、いや4つほどね、トレーニングを教えてもらおうかなと、はい、思うんで、はい、では、いつものポーズいきますよ。いつものポーズいきますよ。動画スタート。はい、では変わりました。ジュニア姿勢体幹トレーニングのメニューを紹介したいと思いますね。じゃあまず最初は腹筋を頑張っていきましょう。皆さん座ってください。はい、じゃあここから両手前に伸ばしたところからぐーっとお腹を丸めながら後ろ下がりましょう。ここで5秒間キープして頑張って止まってみましょう。いける人はこの両手耳の後ろまで上げて5秒間。はい、じゃあいきますね。どうぞ。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり戻しましょう。これを3回頑張っていきますね。はい、それじゃあもう1回いきましょうか。はい、じゃあ倒れて、はい、上げましょう。1、2、3、4、5、はい、じゃあラストもう1回いきますね。はい、ではせーの、1、2、3、4、5、はい、OK でした。はい、じゃあ腹筋頑張ったので次は背筋をやってみたいと思います。うつ伏せ変わりましょう。はい、うつ伏せしました。じゃあ両手は後ろで組みましょう。はい、じゃあここからぐーっと胸を上げて、はい、手も一緒に上げよう。ここで5秒間キープ。お胸が下がらないようにいきますよ。はい、じゃあどうぞ。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり。はい、もう1回2回ね。1、2、3、4、5、はい、はい、じゃあもう1回ラスト3回ね。1、2、3、4、5、はい、OK でした。はい、じゃあゆっくりとお体を起こしましょう。はい、じゃあ次はバランス系を頑張っていきたいと思います。お膝立ちしてくださいね。ここから片足をトントン前に出してみましょう。はい、じゃあこの時前足と後ろ足が斜めにならないように両方ともまっすぐ、やたやかでもいいですよ。はい、じゃあここからしっかり膝伸ばしてちょっと上げて、ここで5秒グラグラせて止まってみましょう。はい、じゃあいくよ。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、はい、よし。はい、じゃあ今度反対足変えましょう。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、はい、OK でした。はい、じゃあもう一個ちょっと、おすすめを教えてあげようかな。はい、じゃあ今度足をチョキにしてください。前後両方足がまっすぐなるようにしてね。お膝が硬くて痛いっていう人は最初手ついたところから OK。 もしいけるんだったらお膝伸ばして、地面触っておきましょう。ここから後ろの足伸ばしてこれ5秒。最初しんどかった人は徐々に徐々に膝を伸ばしながら後ろの足を上げて5秒間止まっていきましょう。じゃあそれぞれ選んで、はい、いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、はい、じゃあもう1回2回ね。1、2、3、4、5、はい、じゃあ今度足変えましょう。前後変えて、はい、じゃあいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、はい、もう1回いくよ。2回目せーの、1、2、3、4、5、はい、OK でした。はい、じゃあこんな感じに終わっておきましょうかね。はい、4つジュニア姿勢体幹トレーニングのメニュー紹介しました。皆さんもおうちでやってみてください。はい、じゃあおしまいです。